孫夫人は中国語漢末期の人物。三国時代の呉の女性にして、劉備の即位前の性質の一人。意味名は不明。父は孫健。兄弟は孫作、孫健。孫、よく、孫正し、孫老。姉は、広志夫人、陳暴夫人ら。一般に、孫名をこうの名でも知られているが、これは、狂撃で使われる名前である。同じく、 三国志演義では、孫一氏として設定されている。聖史三国志職書において言及されたが、劉備の妻として立伝されたことはない。呉の人物でありながら、御所にも一切の記述がない。孫権の意向により、劉備に嫁いだ。法政殿には、人柄が記載されており、再起、合友の点で、兄たちの面影があったとされる。さらに、北に曹操、南に、 孫権さらにうちにあっては、孫夫人の脅威があり、その中で我が君が志を遂げたのは、一意に奉公寺家の功績であるとの諸葛亮の言が、記されている。孫権の妹であることを傘に来ておごり高ぶった、性格で、呉の兵士を引き連れて、劉備法の法令を守らず、自分に任せて行動したことが多い。そのため劉備は、監視役として、趙雲を派遣する。 また、孫夫人の次女104人が皆武装して自立していたため、劉備は奥に入るとき常に恐れていたと記載されている。懸案17年に劉備が数万人の兵を率いて駅州に侵攻した際、孫権は大きな船で妹を迎えて、陽州に帰郷した。孫夫人が劉禅を連れて帰ろうとしたため、諸葛亮は趙雲に命じて、長江を封鎖し、劉禅を奪還した。 帰郷後の孫夫人の動向は不明である。小説、三国支援儀では、極似たが聖母という設定になっている。身の回りには常に武装した侍女たちがつき、自身の部屋には武具が飾り立てられている、と描かれている。兄の孫権が暮れであることから、彼女もまた進化から東暮れ軍主と呼ばれている。劉備との政略結婚の話の時に、 初めて孫夫人の名前が出てくる。周遊発案の婚姻政策により、劉備を呼び寄せ、当初は殺そうと考えていたが失敗したため、代わりに国内に事実上交流して、骨抜きにさせるという計略を立てる。しかし、趙雲が諸葛亮より授かった策を用いることで、劉備は孫夫人と共に、慶州へ脱出することに成功する。夫となる劉備とは、 年齢が30歳近くも離れていたが、両人の中は良好なものであったことになっている。その後、劉備と孫権との関係が悪化する。孫権は母のご国他の要望に従って、長尚と露宿の策で、孫夫人の求心である、修氏という者を派遣させ、孫夫人に母のご国他が既得との偽法を与え、後を引き連れて帰国させようとする。しかし、 それを発見した蝶雲と蝶飛によって、周于氏は切られ、後を奪い返されたので、彼女は一人で母国へ帰国することになる。帰国した後の孫夫人については、原本や写本によって違いがある。いわゆる、孟宗公本は、医療の戦いで、劉備が戦死したとの語法を聞いて、長公へ身を投げ、厚生、袋姫誉という病が建てられたという相話を加えている。 なお、一般に知られる、弓越姫という二つ名や、孫夫人自身も武装していたという設定は、吉川英二著の三国志にあるが演技にはない。NHK の人形劇三国志では、定期と名付けられ、劉備の前妻である、宿礼とうり二つであるという設定で登場している。ありがとうございます。